お疲れ様でございます。たった今、山口代表の声明が発表されました。えー、公明党チャンネルさんでですね、えー、全文を見ることができます。聞くことができます。まあ、5分ぐらいのコンパクトなものなんですけども、動画概要欄に URL を付けときます。では、今回の5分ほどの挨拶なんですけども、どのようなことがあ言われていたのかってことですね。えっ、ー、と、モニカの方に聞いてみましょうか、えー。モニカの方、ちょっと一部切れちゃってすいません。これでいいですかね。 はい。山口代表は政治資金規制法改正案が衆議院で可決されるということでね、参議院に送られることを報告して、これを何としても決めていきたいと、えー。そのほとんどは公明党が言ったことが通ったんだよっていうふうなね、いつものような自画自賛ですけども、じゃあ一体、政治と金の問題これでなくなるのかっていうと、なんともお手盛りの、結局は裏金が全然大丈夫だよっていうふうなことにお墨をつけたよね。お墨をつけた、お墨付きをつけたような、ま、あそんな、 内容だったと思います、ね、だから山口代表がねこうやってねマイクを持ってね誇ることじゃないと思いますよむしろそれだけしかできないのかと情けねえなともっともっと切り込まないのっていうところですよね、まあ、つまりは公明党も何らかのおいしいね、えー、握手をテーブルの下で交わしたってことなのかなと私は思ってしまうんですけどもね でさらに動画の内容をちょっとハイライトで見てみましょう。まずはあ先ほどお話した政治資金規制法の改正案が可決されたということ。で、2つ目、1分11秒から中央幹事会、えー、山口代表が規制法の改正と国民の信頼回復に向けた共闘を強調ということですけども、あの余計に信頼できないんですよ、こんなのは。インチキじゃないか。ね、公明党も一緒に泥棒じゃないかと、私は思いますね。で、えー、2分32秒、賃上げの効果と実質賃金の動向について。 ね、岸田総理は所得倍増とかって言ってね、総理になりましたけども、私たちの所得は25ヶ月連続減りっぱなしですよ、実質賃金ね、で賃上げをするのは企業の努力です、政治の問題ではありません、余計なことを、ね、しなくてもいいわけですよ、で、えー、例のね、一人当たり4万円かなんか知らないですけども、電気代、今月値上がりするわけですよ、関西電力は1.5倍ぐらいになるでしょ。 あのはっきり言ってね、その4万円上げたからどうこうっていう問題じゃないですよ、ね、片方では、この山口代表ほか、国会議員の方はどのくらい給与をもらってですか、それで足りない、足りないって言ってるのは、金の使い方が下手すぎるんですよ、でこうやって金の使い方が下手な人が、国民の所得に返してね、介在しようとしてるから余計おかしくなるんですよ、もうほっといてくださいと、神の見えざる手じゃないですけども、市場に任せればね、われわれ事業者はうまくやっていくんですよ。政府の 役割っていうのは、ずるをしないことね。自らの富のために、変なところに手入れないことですよ。経団連と手を握るのもうそろそろやめてください。ということでね、今回はお話しさせていただきました。えそれでは動画概要欄からあ、中央幹事会山口代表冒頭挨拶ご覧ください。それでは。